ってたよりも賑わってるじゃない。あ、違う。夜明けって読むんだった。地名って難しい。はじめましての方は、はじめまして。と言っても、初めての人しかいないはずなのですが。あ、名前ですね。私は、キズナアカリって言います。柏鉄道から、この夜明け鉄道に派遣されてきました。空先生が言うには、私が、一人前の鉄道管理者になるための試験らしいです。とはいえ、いきなり一人だけで派遣されるのは厳しすぎるような。あ、後ろの電車、湘南帯の E233 系だよ。この地区は、新しい電車もいるのね。楽しみだわ。改めましてお疲れ様です。柏鉄道のキズナアカリです。今回は初回ということもあるので、ここからは舞台や会社の解説を行います。私の後ろのやつが夜明け鉄道のロゴなんだって。ダサくない？あとね、あんまり大きく表示すると思ってなくて、小さく作ったみたいなのね。それなのにメガポジが逆のロゴもあるみたい。時間かけるとこ、そこじゃないよねっていうか。うん、しょうがない人だ。さて、ロゴいじりはこれくらいにして。ここからは、夜明け地区と夜明け鉄道について紹介するよ。これは、空先生がまとめてくれた資料です。1枚目は、スローガンと目標です。スローガン。夜明け地区に、再び夜明けを。目標は、3つあります。航空事業創設によって、を増やないと直接つながる。夜明け町の人を増やす。地区経営目標の達成。次のスライドからは、地区の説明だね。夜明け町というのは、3つの市町村が合体したもの。地域の特徴としては、3つの川があって、川周辺が市街地って感じね。川は合流したり分岐したりで、流路がちょっと複雑。ここからは、背景の説明になるわ。文字が多いから眠くなるけど、頑張ってね。まず、この地域は、林業が盛んだったみたいね。丸太は浮くから、水運とは相性がいいよ。下流域には、大体都市もあるしね。でも、そこそこ発展したら丸太っていらなくなってくるのね。そこで、ダメになった市町村が頑張って、鉄道会社を叩き起こしたけど、うまくいかなかったので、うちに声がかかったという、そういう背景があるの。そして、今の鉄道会社が夜明け鉄道。第3セクターで、経営が夜明け町、インフラが旧吉川鉄道。普通とは上下が逆なんだけど、ここはこれで成り立っているんだね。続いて現在の路線です。吉川鉄道時代から路線は伸びてないみたい。最後に鉄道計画です。近いうちはこれらを目標にします。うん、空港ってあったっけ？これから作るのかな。というわけで、目標、背景、計画については以上です。何か質問はありますか？はい、何でしょうか？いつものキズナアカリさんとは少し違う。なんで耳がついてるの？はい、この質問にはですね。お答えできません。では、質問コーナーを終了します。ご清聴ありがとうございました。柏さんの動画では2度目のゲームモード実況になります。今度こそゲームモードの継続10兆円保有を目指して頑張ります。次回 A 列車でイコンラインゲーム実況夜明けの街編第2回ダイヤ破壊指令。電車だって夜は寝たい。